ばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日はちょっとあれでしたね。寒かったです。雨降ってたから久しぶりに外に出たっていうのにね、天気が良くなくてちょっとあれでしたね。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。メカナイスコイン当選しました。おお、そっか、もうあれだね、今日って言ってましたもんね、登録。こんばんは。楽しみ。あ、9日も今日なんだ。そう、6と9日が S 公演です。楽しみ。久しぶりだからね、こんばんは。さっきの台風がありがとう。そう、気まぐれでやってました昨日からちょくちょくやってる。こんばんは。だいぶ久しぶりになっちゃったんだけど、大富豪やってます。まあ、なんか急にやってるだけだからさ、そう、毎日っていうわけでもないかもしれないけど、一応やってる。こんばんは。そう、やってるとさ、結構さ、知ってるファンの方とか、知ってるファンの方っていうか、なんか名前なんだろう、あ、なんかなんとなくわかるなみたいな方とか、そう。何時頃やってるの？決めてないです。超気まぐれ。だから本当に対戦したらラッキーです。決めてないですね。何時頃とか。こんばんは。いきなりやっていきなり終わります。
ばんは。司会の方ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。最後は大富豪で終わった。大富豪でしかプレイしないですね。もし都落ちとかしてもなりすまし券使っちゃうのですぐ大富豪でしかプレイしてないです、いつも。こんばんは。こんばんは。メンバーさんと対戦したら極力アシストしちゃう。でもね、そういう方たくさんです。そういう方いっぱい、ほんと優しい優しい優しいです。こんばんは。大富豪ね、楽しいよね。なんかルール覚えるまで時間かかったけど、でもこの大富豪のアプリができる前から大富豪ハマってたんですよ。めっちゃ前、普通になんか違うアプリでやったんだけど、そう、だからアプリができた時にはもう完璧でした。楽しいよね。でもなんか普通のガチトランプでやったことないかもアプリでしかやったことない。アプリで大富豪しかしたことない。トランプでやりたいよ。トランプでやったらまたなんか楽しそうだけど変わんないか、そんなに。こんばんは。そう、今月のさ、新しいさカード、あの青色の衣装のやつ、あれなんていう名前かわかんないけど、あのさやつが欲しいんですよね、あのカードがそう、あのカードが欲しいんだけど出てこないの結構最近撮影したんですけど、本当に1ヶ月前とか2ヶ月前ぐらい、意外と最近。あ、少女は真夏何をする、ああれ少女は真夏何をする、なんだ。そうそう、その衣装のやつが欲しくてめっちゃ回してるんですけど全然出てこないの。狼とプライドはめっちゃ出てくるんだけど、それじゃないんですよね、血が欲しいのはね。そう、あの少女は真夏に何をするか、そう、それのやつがめっちゃ欲しいんですけど。こんばんは。それが欲しいんです、今。なんかね、自撮りの写りがいい感じだったので、もしかしたらいい感じかもって感じです、写りが今まで本当になんかグッズとかさ、なんかこういうアプリとかなんかあんまり写りいいじゃんと思ったことがなくて、そう、ちょっとね、そろそろなんかビジュいいのが欲しいんですけど、ちょっとわかんない欲しいです、ただそのカードがこんばんは。
サンリオのブロマイドのユズポの美術館。いやなんかね、あの衣装はね、帽子が大きすぎてなんかうーんって感じだった。なんかね、グローリーデイズとかもだけど帽子に合わないんだよね。なんかさ、ハットみたいな、ね、キャップ系とかサンバイザーとかは多分得意多分得意なんだけど、そのあのハット系はちょっといかんかもしれない。ちょっとダメかもジョーカーのカードだった時のやつも結構ポニーテールしてるやつかな、あれマジで漏れてないやつ結構一番嫌かもってぐらいあれだったけど、本当嬉しい。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。チョコの行方の帽子、あれはもう帽子じゃない、髪飾りです。ほぼ私の中では帽子はもうなんかこう被らなきゃいけないみたいな、ああいうのがねあんまり似合わん。これはもうここについてるだけだからさ、ボンネと変わんない。もう帽子だ、帽子は帽子だけどこう被るのとではちょっと違ってくるから。ギフトありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そう、大富豪してるよって話です。もう気が向いたらちょっと X とかでもしかしたらやってるよって言ってるかもしれないけど、その時はぜひ対戦できたらラッキーってことで。こんばんは、ギフトありがとう、かわいいこのクマありがとう。こんばんは。今日はね寝てない、お昼寝とかしてないから今日はめっちゃ寝れそう、すぐに。すごくない？私昨日とかまでさ、昨日一昨日とかまでさ朝の7時ぐらいまで寝れなくてさ、本当になんかお昼と夕方の間ぐらいとかにさ起きてたのにさ、今日何時に起きたっけ、今日10時には起きた。え、すごいよね。だから4時間ぐらいしか寝てない。今日はちょっと昼夜逆転直すチャンスかも、来てます。今日はちょっと早く寝れそうですね。これを機にちょっと生活リズム正せるかもしれない。こんばんは。ちょっと明日は薬局に行きたいのでそう、薬局に行きたいので明日はちょっと薬局に行くモチベを作ろうと思って。そうそうそう、ちょっとモチベを作るところから始めようと思って。ギフトありがとうございます、ありがとう。鼻詰まりの薬、そうそうそう、あの今日ボイトレの先生に点鼻薬っていいんだっけ、買うといいよって言われたのでちょっと探しに行ってきます。そう、やっぱねなんかね、鼻にかける音がそうちょっとうーんって感じって言われたので、そうそうそう、何ぬねのとか、そうちょっと鼻声っぽく聞こえちゃう。何な行だっけ、な行とな、な行、何ぬねのがちょっとね鼻声っぽいって感じらしいので、ちょっと明日薬局に行きます。こんばんは。そう、でもなんか歌っててもね、なんかね、そう本当になんか歌いづらいから嫌なんですよね、ちょっと
そう、なんか歌いづらい、とっても。ギフトありがとうございます。こんばんは、やっほー。もうメイクが落ちてきてる。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。一応でもさっきなんか総合風邪薬っぽいやつを飲んだけど、あんま効かなそうあんま効かなそう。なんか喉痛かった時に買ったやつをなんか飲んでみたけど、なんかあんまり、まあ、そんなすぐ効かないか。でもなんかうーんって感じです。てか今日めっちゃまつげ綺麗なの見てほしい。見て、やばくない？ちょっとすごい綺麗、こっちも完璧、今日のまつげ。綺麗でしょ。こんばんは。そう、うまくいきました、メイクがいい感じでしたから。そう、下がね、うまくいった。ここ下まつ、下まつげってね、そう、なんか本当に日によるんですよね。うまくできる時とできない時の。そう、だからね、今日はいい日。上はなんかどうにでもなるみたいな、なんかどうにでもなるっていうか、上はなんか本当に自分次第みたいなとこはあるんですけど。そう、下はね、ほんと日によるでも最近めっちゃまつげ美容液塗りたくってるそう、めっちゃ塗りたくってるからね、ちょっと伸びた気がする、まつげが。いい感じです。伸びてくれ、このまま。こんばんは。上まつげ束にするんですか？うん、束にしてる。束感まつげが好きです。わかりづらいよね。わからないよね。そう、でも一応束感まつげなんですけど、これ。てかめっちゃ奥目だねすごい奥目、全然デメじゃない、悲しい。こんばんは。眼球がちょっと奥ってことね、奥目そう、デメはちょっと出てる人ね。そう、奥目だとさ、ちょっとさ、今普通にこう、なんだろうちゃんと
ショールームモードな顔だけど、なんか気抜いてるとさ、なんかなんていうの、なんか目に光がないって言われる、怖いって言われます。悲しい。そう、よくぼーっとしちゃうときにさ、そう、なんか目がこうなっちゃう。かわいい目してる、かわいい目してる、嬉しい。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。えらい厚着してる。え、今日寒くない？めっちゃ今日めっちゃ寒かったんだけど。でも今日は昨日なんかインスタで見てた女の子がこういう服装してて可愛いと思ってすぐ真似してきちゃいましたっていうコーデですいつも5枚開きで着るんですけど、今日は全部閉じて着てた。そう、ワンピースっぽい感じで着ました。こんばんは。そう、さすがにタートルネックって暑いかなと思ったけど、今日普通に雨降ってたから寒かった。意外と寒くてびっくり。でも明日あったかいって聞いたけど、ちょっとよくわかんないですね。こんばんは。突然のお願いですが、明日のお昼関係でいただきます決めていいの？ゆずが。どうしよう何がいいかな。お昼でしょ。わあ、お昼か。最近お昼何食べたかな。うん、個人的にお寿司は夜が好きなんだよね。夜に食べるのが好き。お昼もいいけどね。なんかお昼はお寿司より海鮮丼って感じ私の勝手なイメージね。イメージっていうか、なんか好きっていう感じ。何がいいかな。パスタ、パスタ、パスタ、パスタ。お昼っぽくない？ちょっとパスタお昼っぽいから、パスタに、パスタ食べましょう。そう、でもこの間お昼にねパスタ食べたんよ、メンバーと。パスタ美味しいよね。いつも好きこんばんは。納豆パスタ、納豆パスタ好きだけど、この間食べたやつ美味しかった。なんか肉お肉たくさんパスタって感じでした。この間食べたやつ美味しかったですあんかけスパはパスタに入りますか？スパゲッティとパスタって違うの？一緒じゃないの？入るやろ。
あんかけスパゲッティとか食べてないな、ちょっとここ最近食べたいな。ボロネーゼじゃない、ボロネーゼは私がお家でよく食べるやつボロネーゼはゆずが家で食べるときに一番好きなやつね。違う、そういう感じじゃなくて、なんかあの豚肉がいっぱい乗ったパスタだった。美味しかったです。いやでもパスタいいよね、めっちゃ好きよパスタ。ボロネーゼとミートソースって違うの そんな私パスタのプロじゃないんですけど、ボロネーゼの方がさ美味しそうじゃないなんかボロネーゼの方がなんかいっぱい入ってそう、お肉が そういう感じ。結局カルボナーラ頼んじゃう。そう、なんか私そのパスタをお昼に食べた、お昼にパスタを食べた日の前日の夜にすっごいカルボナーラが食べたかったんですよ。うわカルボナーラ食べたいと思ったんだけど、もう次の日には忘れてたのね。そうだから今度行ったら本当にカルボナーラを食べたいっていう私の願望。カルボナーラ普段食べないけど、なんか不意に食べたくなる。食べたい。多分その時には忘れとる。そう、カホちゃんに全く同じこと言われました絶対忘れてるよって言われたと忘れてますね。よくわかってますこんばんは。全然お腹いっぱいだけどパスタ食べたくなってきた。クリームソース系ね、なんかあっさりしたやつが好きなんですけど、10回に1回ぐらい食べたくなるよねカルボナーラって10回に1回ぐらい食べたくなる。それそういう存在です、カルボナーラっていうのは私の中で。こんばんは。
ばんは。よく頼むパスタは何なの？お店で頼むときは食べにくそうなパスタは食べないですね。ちゃんとお行儀よく食べれそうなパスタ選びますね。なんか納豆とか乗ってたらアウト。ちょっとダメ。それは家で食べれるから、まあ家で食べれなさそうなものかつ食べやすそうなやつでプラス自分が好きなやつね。なんかもうだいぶ厳選されていくよ。もう まあでもパスタってねちょっとねむずいよね。こんばんは。今日でも本当に寒いかも。寒いよね。ちょっと気温が低い。こんばんは。絶対に S 公演までに前髪を切ろう。前髪が長い。ちょっと長すぎますね。目にかかってる。こんばんは。今の前髪長い。うん、長い。ちょっと切りたいかな。本当にでもね、これぐらい切れればいいかなって感じ。これぐらい切れれば完璧。そう、これぐらいがでもだいぶ違ってくるんですよね。こんだけ長いだけでね、これぐらい。こんばんは。そう、本当にちょっと数ミリ切りたいかな。そう、このここに入っちゃってる目がここに、そう、これがいらないですね。ここら辺がちょっと目がねゴロゴロする。
こんばんは。うわ、もう36分だね、思った。日記を書きましょう。墨切るの得意。でも前髪切るのめっちゃうまいよそう、めちゃめちゃ上手。私前髪切るの結構プロ。そう、結構プロです。こんばんは。今日もでもね、3行ぐらいいけそう。書きました。おしまい。横がどれくらいの長さの産業か気になる。これぐらいこのボールペンぐらい。このボールペンぐらいの長さです。絶対伝わんない絶対伝わらん。これぐらいです。これぐらいを産業です。長いのか短いのか。私の手よりは短いですね。私の手の中指の第一関節下あたりとなっております。はい、そ
んな感じですね。いやでもないんだもん、だって日常的にありそうなものがないもん。ありそうだけどないんだよな。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。そう、今日もねブーツ履いたんですけど、今日はなんとか靴ずれ回避。そう毎回なんかね、そう絆創膏貼って対策とかするんですけど、毎回ちょっと位置がずれちゃうんですよね。そう今日はね2枚貼りました、絆創膏。なので完璧です。プラスなんか2足靴下を履いたから良き。本当に掃除痛いよね、靴ずれって。なんか歩けないレベルとかではないんだけどさ、なんかちょっと足ひずっちゃうぐらいには痛くない、靴ずれした時って。それが両足だと結構しんどい。そうでももう靴が可愛すぎてテンション上がる、モチベ。靴ずれってなんであんな痛いんだろうね。本当に思う、それめっちゃ痛いよね。しみるしね、お風呂とか入るとか痛いよね。こんばんは。でもさ、めっちゃっていうか結構さ厚底なんですよ。だいぶ違うんだよね、脱いだ時と履いてる時の底の上がり具合が。そうだからさ、今日めっちゃ身長高いじゃんと思ったけど、めっちゃ厚底なの忘れてた。体感170ぐらいあったかもってぐらいちょっとね大きかったです、今日は身長が。そうでも本当に可愛い、お気に入り、一生大事にします。こんばんは。
センチぐらい漏れる。なんならなんかインヒールとか入れてみようかなとか思ってみたりしてるよね。いや、インヒール入れたらワンチャン靴ずれしないかもって思って、例えばかかとに当たってるから痛いんかなって思って、そうインヒール入れたらさ、ちょっとなんか軽減されそうじゃない、痛みが。そうでもないかな、でもなんかちょっと変わりそうって思ってちょっと入れてみようとしてる、次履くとき。そう、次履くときにちょっと検証してみます。もしかしたらすごい歩きやすくなるかもしれないから、でもその分すごい疲れちゃいそうだけどね、重たいから一個ちょっと実験。ありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう。写メ会もらわないでね。いやでも写メ会はちょっとさ、そのなんかスタッフさんによってさ、本当になんか5等身ぐらいの時とかあるからさ、ちょっと場合によっては入れさせていただくかも。そう、一回なんか本当に朝までかみたいな時があってちょっとこれはひどいみたいな思ったので、そうちょっとね、考えるわ。なんかね、アメピ来た時にすごいなんかすごくて、なんか頭でかくて、本当になんか6等身じゃない、5等身ぐらいしかなかった。そう、アメピの時ちょっとひどかったですねまあ撮っていただいているので、ちょっとこうしてくださいとかは言わないけど、そうちょっとあれね、ファンの人、あの、もし載せるってなったら加工して載せてください。いつも加工して足長く見せてるやつみたいになっちゃうんで、こっちがね。そうそう、こっちが詐欺してるみたいになっちゃうから、ちょっとあの通常の足の長さに戻しておいてください。逆にね、なんだっけな、あのね、なんかの生誕って生きた時はね、すごいいい感じだったんですよね。めっちゃスタイルいい感じだった。やっぱ人によるのかな、撮り方の。そう、すごい素敵って感じだったんだけど、こんばんは。そろそろお休みなさいかな。あと5分言ったら終わります。もうってなんだ、もう11時だ、早っ、あっという間だね、ほんと一日が。今日はでもなんだろう、意外と起きてる時間が長かったから一日が長く感じたような気もする。最近ほんと寝てばっかりだったからね。すぐ寝れそう。うん、結構今ちょっと眠たいかも。
ちょっと眠いかもっていうゾーンに入ってきてる。だから意外とこのままいい感じに寝ちゃいそうかもしれん。こんばんは、ギフトありがとう、ありがとうございます。もう一回やりましょう。そうね、5月最初に会えるのは6日ですね。どうしようかな、髪型何がいいかな、考えとかなきゃ。ハーフツインってなんでそんな人気なんですかね。いや可愛いのはわかるけどさ、ハーフツインってそんな可愛いの？いやわかるよ、可愛いのは全く可愛いな、可愛くないなんて思ったことはないけど、そんなハーフツインって人気だったっけ。まあ可愛いけどね、ハーフツインはね。でも今の時期っていうかあれだな、ちょっと暑いかな、やっぱあげないとね。ちょっとわかんないですね。ハーフツイン、ツインテールポニーテールサイドポニー全部あげる系やん。いやでも意外とまだストレートとかしたいなら今のうちな感じもするけど、ちょっとその日の気温とかにもよるかな。暑かったらもうあげちゃうかもしれん。こんばんは。そうでも踊ってたらもう一緒だからね、暑いからね。踊ればもう本当に暑いから。楽屋とかさ、なんか着替え部屋とかは暑くなかったりしても、一回踊っちゃえばもう暑いから。うん、55分だ、そろそろ終わろうかな。ありがとうございました、今日もありがとう。みんなおやすみ、また明日会いましょう。ありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい、またね、ありがとう、バイバイ、おやすみ、ありがとうございました。